しました。ポンと飛び出したのはアドマイヤハダル。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアドマイヤハダル行きました。続いて前へ行くのはヨーホーレイク、さらにはシュバリエローズ、6番タイトルホルダー、その後ろアドマイヤハダル先手を取りました。間が空いてシュバリエローズ、黄色の帽子ラーゴル、その後ろからはドラメンテ、サトノレイナス、すぐ後ろしんがりからディープインパクト。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました6番タイトルホルダー、その後ろにシュバリエローズ、並んで1番アドマイヤハダル、これに続くのがラーゴル、その隣にヨーホーレイク。 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ後ろにシュバリエローズ、内からはドラメンテ、並んで4番サトノレイナス、最後方にディープインパクト。もう一度先頭に戻りましょう。6番タイトルホルダー依然として先頭、すぐ後ろにアドマイヤハダル、オーケー機を通過していきます。さあ先頭はまだ6番タイトルホルダー、アドマイヤハダル、ほとんど差がありません。シュバリエローズ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。タイトルホルダー先頭、内からディープインパクト、ここで先頭に立ったディープインパクト、内からドラメンテ、ディープインパクト先頭、残り 200m を通過してディープインパクト伸びてきた。2番手はドラメンテ、ディープインパクト先頭だ、先頭はディープインパクト1着でゴール、2着にはどうやらドラメンテ、3着にヨーホーレイク、ディープインパクト見事このレースを制しました。